リンリン、ハローパラレール、リンリンパラレールのリントです。はい、本日はね、サバンナモニターちゃんのハンドリング日記2日目、プラスこの子の名前が決まりましたので、そちらの、ご紹介でございます。まずね、この子の名前からいきましょう。ちょっと落ち着いててね、今落ち着いてはくれてるんだけど、ちょっとね、こう喋りながらだと、その音に敏感なので、音に反応して動いちゃうかもしれないです。はい、でまずこの子のお名前はシェフィーになりました。クンでもチャンでもないです。ちょっとオスかメスかね、判別がつかないのでシェフィーになります。継承はなしです。あのロペとかはね、サマをつけたりとか、あとまあハロ君はハロ君だし、ギョロメちゃんはギョロメちゃんなんだけど、で最近ウララちゃんはね、ウララ姫って呼んだりしてるんだけど、この子はね、シェフィーになりました。で、名前の由来ですね。最初なんですけど、サバンナモニターという名前の中からもじって、つけたり、プラス、この子ね、バスキングがすごい好きで、まあ、トカゲちゃんなんでね、太陽浴びるの大好きなんですけれども、っていうのと、プラス、まあ、私がちょっとね、気分が落ちて、ウララちゃんのこととかでね、気分が落ちているときに、現れたということでね、まあ、太陽のように私を照らしてくれた存在ということでね、最初サニーという名前をつけようかなと思ったんですよね。なんですけれども、私の中でサニーって聞くと、ワンピースのサウザンドサニー号とか、トリコのサニーとかが出てきたりして、ちょっと男っぽい雰囲気がこう脳裏に焼き付いたんですよね。で、いろんな方に、まあ、その案をね、最初 Facebook にちらっと書いたんですけれども、まあ、サニーでも女の子でも男の子でもどっちでもいける名前だと思うよとは言われたものの、しっくりこずですね。ただそのサニーという語感は良かったんですよ。で、サニーという語感を残して何かできないかなって考えたところ、男の子と女の子、どっちもいる、そしてディズニーのキャラクター考えた時に、ダッフィーとシェリーメイが思い浮かんだんですよ。で、ダッフィーとシェリーメイの要素から何かを抜いて、で伸ばし棒をつけたいと。で、出てきたのがシェリーメイのシェ、そしてダッフィーのフィで、伸ばし棒でシェフィーになります。ちょっと言いにくいんですけどね、シェフィーでございます。寝た、起きた。なのでこの子は今日からシェフィーになります。ちょっとね、山椒魚のケージの動画をね、名前を決める前に撮ってるんで、多分ね、その時にね、まだ名前決まってないんですけど、みたいな感じでね、お話ししてるんですけど、ちょっと動画が前後します。確実に。なので、山椒魚のね、動画内ではね、名前決まってないんですけどって言ってますけど、この動画の前に撮ってて、で、公開設定とか適当にしちゃったんで、公開された時にはね、ちょっと、前後します、時間軸が。なのでご了承いただければと思います。なのでこの子はシェフィーになります。はい、ちょっとかっこいい名前ですね。おしゃれ。ああ、そんな急に暴れないでよ。カメラ見て。ただ威嚇ないね。2日目だけどちょっとこうやって喋ってても大丈夫そうですね。まあちょっと出ようとはするけど、まあ、あんまり大きい声を出すのと、この子の目の前に指を出したりするとちょっとビクッとするかもしれないですね。まだ2日目で私の匂いとか声とか顔とか全然まだ覚えてないと思うんで、そう、なんかね、サバンナモニターはね、顔を覚えたり匂い、舌でペロペロすることでね、匂いというか味というか覚えたりするみたいなんですよね。で、この指は食べちゃダメなものだとかっていう形で、で声もね覚えてくれるらしいです。なのでそうやって覚えていただけるようにねしていこうかなと思います。ちょっとね、喋りすぎるとこの子多分出てきたくなるんで、この後ハンドリングあと5分ぐらいしたいと思うので、動画はこの辺で終了となります。はい、ということで本日はね、この子の名前が決まったよっていうのと、ハンドリング日記2日目の動画でございました。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。バイバーイ。
いい顔してるね。ビンポーン。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。